皆さんこんにちは。今回の動画では前回の動画の続編としてエジンバラ2泊3日の旅をお届けします。スコットランド名物の食べ物やお酒も楽しむことができました。歴史ある街並みがとっても魅力的なエジンバラ、ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。いいねやチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ヨークから電車で3時間弱、スコットランドのエジンバラに到着です。今日はもう遅いのでこのままホテルに向かいます。移動式の遊園地がありますね。綺麗。今回は新市街のこちらのホテルに2泊します。中は一人では十分な広さ、お部屋も綺麗です。ありがたい。しかもバスタブもついてました。今夜はお風呂に浸かろう。コーヒーや紅茶もしっかりあります。このショートブレッドは明日の朝ごはんにいただこうかな。おはようございます。今日は旧市街をブラブラ街歩きしたいと思います。ホテル近くの新市街にはこういうなんか銅像がいっぱいあって、道も広くて綺麗です。トグロを巻いてる謎の建物もあります。この大きなモニュメントは上に登って景色を楽しめるらしいんですが、今はクリスマスマーケットの準備中で入ることはできなさそうです。この橋を渡ったら旧市街です。もうすでにすごい。わー、近づいてくると建物の古い感じとかロンドンとはまた全然違う感じがします。エジンバラは坂が多い街っていう風には聞いていたんですが、歩いてみると想像以上の坂でした。旧市街にホテル取られる方は気をつけた方がいいかも。でもこの坂の途中にあるお店が一つ一つすっごく可愛らしくて、登っていてもあんまり苦痛ではないかも。こういうクローズっていう壁と壁が近いっていう意味の細い路地がたくさんあります。坂を登り切ったところにあるこちらの教会の中でマーケットが開かれているみたいなので行ってみます。中はそんなに広くはないですが、ステンドグラスがとっても綺麗な教会です。地元のアーティストの方々が作っているハンドメイドの雑貨などを取り揃えてるみたいです。安いっていう感じではないけど、エジンバラならではのものもたくさん売ってるのでお土産にいいかもしれません。このバグパイプの音色を聞くとスコットランドに来たって感じがします。スコットランドといえばウイスキーですね。たくさんお店があったのでちょっと中を見てみます。店内たくさんのウイスキー置いてます。私は銘柄も全然詳しくないのでわからないけど、ウイスキーにもこんなに種類があるのか。ハリスツイードのウイスキー用の水筒もある。ちなみに今いる道はロイヤルマイルといって、エジンバラのメインストリート的なお土産屋さんとかがたくさんあります。こちらはセントジャイルズ大聖堂、入場は無料みたいなので入ってみます。こちらの大聖堂はエディンバラで最も権威のあるスコットランド教会の大聖堂だそうです。石造りのゴシック様式が何とも重厚感があります。ステンドグラスってその日の天気や光の入り方によって見え方が変わっていいですよね。荘厳な雰囲気のセントジャイルズ大聖堂、とっても美しかったです。エジンバラの街が素敵すぎてずっと携帯握りしめちゃってます。本当に体力が無限にあったら一生街歩きしてたい街です。ここはカラフルなお店が連なる通りで有名なビクトリアストリート。色合いがめっちゃ可愛い。この時はお天気も良かったのでとっても映えてくれます。
ジンバラはハリーポッター生誕の街と言われているように、ハリーポッターグッズのお店もたくさんあります。お腹が空いてきたので開店と同時にこちらのお店へ。美味しそうなポークサンドイッチのお店です。私はハギスと店員さんおすすめのチーズチリソースにしました。初ハギス、臭みがなくて美味しいです。めっちゃビール欲しい。パブが軒並み12時オープンなので、カシミヤやツイードのお店にやってきました。ツイード柄の雑貨やカシミヤを使ったお洋服やスカーフなどたくさんあります。色合いがすごく好みだったので、この2種類を買いました。いいお買い物ができてホクホク。これからパブに向かいます。でさ、 Google マップに従わずに近道っぽい道から行こうと思って我が道を行ってたんだけど、どうもたどり着けなくて。私が行きたいパブはこの道の上にあるらしい。エジンバラの難しいところは、街の上に街がある感じで Google マップには表現されてない高低差があるんです。難易度高い。ようやくさっきの上の道に来れました。ちなみに Google マップの経路案内に従えばちゃんと大丈夫なのでご安心ください。30分前に食べ終わったハギスがまだ消化不良なので、ビールで流し込みます。お兄さんおすすめのスコットランドのラガーをいただきます。すごい飲みやすくて喉カラカラな時にふさわしいラガービールでした。休憩できたので近くのスコットランド国立博物館に行ってみます。こちらの博物館、予約なしで無料で入れます。素晴らしい。この美しい建物の作り、広々としてます。まず最初に見ておきたかったのは、世界初の哺乳類クローンの羊のドリーです。優しい表情でくるくる回っているのが何とも言えません。すごく広いのでじっくり見てたら1日ぐらいかかりそうです。展示はスコットランドの歴史や世界中の文化人類学的なもの、また自然科学系の展示もたくさんあります。見どころいっぱいなのでおすすめです。しかも上には展望デッキもありました。ここからエジンバラの街をぐるっと見渡せます。この曇り空ととんがった屋根と古い建物がエジンバラって感じ。明日行くエジンバラ城も楽しみだな。博物館の隣にエジンバラ大学の建物があるみたいなので入ってみます。すごい建物の重厚感が美しいです。ここでレクチャー受けたりするのってどんな気分なんだろう。18世紀の建物なので300年の歴史があるそうです。エジンバラは徒歩での街歩きもとっても楽しいですが、トラムやバスで移動することもできます。この M チケットというアプリで事前に購入できるみたいなので試してみようと思います。バスは1回券が2ポンド、1日券が5ポンドみたいなので、今回は1日券を買ってみます。ちなみにアプリは4ポンド以上から決済可能なのでご注意ください。この1日券はバスだけじゃなくてトラムも乗れるみたいです。ロンドンと同じダブルデッカーが走ってます。運転手さんにアプリの画面を見せたら OK でした。新市街に戻ってきました。ロンドンで見かけないお店があったのでちょっと入ってみます。カラフルなニットがとても可愛いです。10ポンド以下ぐらいでオーナメントもたくさん売ってます。イギリスでは生のもみの木が結構街中でも売られているので、私もいつか買ってみたいなと思ったりしてます。あの後一旦ホテルに帰って休憩をして、今トラムで夜ご飯を食べに来てます。5時でももう真っ暗ですね。
スコットランドといえばサーモンやムール貝が有名で、シーフードがどうしても食べたいのでシーフードが美味しいという噂のパブに来ましたが、木曜の夜はやっぱすごい。店内もう一人分の席すら空いてないぐらいパンパンで、目星をつけてた別のお店に行ってみます。ホテル近くの、店名にムール貝って入ってるからきっと美味しいであろうレストランに来ました。グラスワインも焼酎大3つのサイズがあって、またお目当てのムール貝もいろんな味があってハーフサイズもあります。わからないときはとりあえずソービニオン。メニューのエビを頼んでみて、グリルのエビが来るかなと思ってたら、思ってた姿と全然違うエビが来ました。でもこのエビがすっごいプリップリで美味しくて、このカリフラワーのふわふわのソースをつけて食べるのが最高です。白ワイン、ガーリック、クリーム、シャーロットベースのムール貝を頼みました。美味しそう。意外と量多くて食べきれるかなって思ったけどペロリでした。超野菜が不足してる旅だけど、まあこれはこれでいいよね。美味しいし。美味しかった。まだ早いので、せっかくだからウイスキーを飲もうと思って入ったパブがこちらも満員でした。というわけで、もっと大きそうなパブにやってきました。ここはウイスキーもいろいろ置いてそうです。店内すごい広くて席も多いので、ここなら難民になることはないと思います。おすすめのスコッチウイスキーくださいって言ったら、店員さんも私もよくわからへんって言ってきたので、一番人気のものをもらいました。実はこの時近くに変な人がいて、もう知らない客に怒鳴り散らかしてるおじさんがいたので、私は絡まれたくないから必死にメニューを読んでいました。このパブは知らなかったけど、実はロンドンにも店舗があるチェーン店みたいで、なんといってもビールめっちゃ安くないですか。ロンドンでも今度行ってみよう。私にはウイスキーはちょっとまだ早かったです。帰りにコープで明日の朝ごはんを買って早めにお休みします。おはようございます。今日は朝から晴れの予報だったけど絶賛曇りです。10時半からエジンバラ城を予約しているのでゆっくり向かいます。エジンバラの旧市街では、それぞれの道やそこに立ってる建物ごとに違った良さがあるので、毎回違う道を歩いてみるのも面白いと思います。ここからの道はお城に向けて急な坂道になってます。いい運動です。坂上がってちょっと行ったところに、こちらは教会かな、教会多いですね。そしてここが目的のエジンバラ城です。前のめりすぎてだいぶ早く着いちゃった。当日券はここでも買えるみたい。お土産屋さんも近くにあるので、ちょっと時間潰してみます。想像の8倍ぐらいの大きさのお土産屋さん。やっぱ 100% カシミヤのスカーフはちょっとお値段張るけど、お土産やプレゼントに良さそうですよね。かわいいモフモフの羊、こういうの何歳になっても大好きです。スコットランドの定番のお菓子ショートブレッドもたくさん置いてます。私が昨日行ったお店では1つ15ポンドだったので、ここはちょっとだけ高いかも。マグネットは1個5ポンドぐらい。下半身だけって斬新。時間が近づいてきたので、お城の前からの景色を。綺麗。この曇天の下の街並みがいいですね。奥に見えるアーサーズシートっていう丘も景色がいいらしいです。近くで見ると大迫力。よーく見てみると大砲がいろんな方向を向いてて、崖の上の要塞っていうのがよくわかります。時間になったので中に入ってみます。楽しみ。英語でのツアーもあるみたいだったけど、私は日本語のオーディオガイドを借りて一人でゆっくりと回ろうと思います。さっき外から見てた大砲とは違って、ここは新市街や海の方を向いてるみたいです。
ここではワンオクロックガンといって毎日13時に空砲を鳴らすみたいなので、この時間に合わせて予約を取るのもいいかと思います。お城の中にはこういう戦争博物館だったり、当時お城に収容されていた人たちの部屋や、あとはスコットランド王家にまつわる展示品がある部屋、また戦没者記念堂などいろんなエリアがあります。オーディオガイドを全部聞いていると3時間以上くらいかかってしまいそうなボリュームだったので、私はちょっとずつかじりながら聞いてます。さっきの大砲があった場所よりさらに上から景色を見ることができます。エジンバラ城は6世紀にケルト人が建てた砦が元になっている要塞って考えると歴史が長いですね。1時間40分ぐらい満喫しました。そろそろ外に出ます。ウイスキー好きな人はここもおすすめです。下山します。今日からプリンシーズストリート沿いでクリスマスマーケットが始まるみたいなので行ってみます。外にもお店がありますね。ワクワク。ここの公園の中に食べ物とかオーナメントとかのストールがいっぱいできてそうです。なんと今日の夜帰るのに今日の夜からオープンでした。悔しい。これを楽しみに来てたのに。悔しすぎて外で唯一出てた屋台でソーセージを食べます。美味しい。っていうわけでクリスマスマーケットで2時間弱ぐらいブラブラする予定だったので、その時間が失われ、カフェにやってまいりました。ここはほうじ茶とか煎茶もあって面白いです。エジンバラは歩いてる感じ、新市街も旧市街にも可愛いカフェがいっぱいありそうでした。このレモンドリズルケーキ、添えられてるサワークリームと一緒に食べるとすごく美味しかったです。しばらく休憩したので早めに空港を向かいたいと思います。エジンバラの市内から空港まではトラムかエアリンクっていうバスで行くことができます。空港ゾーンを含むトラムの1回チケットは 7.5 ポンド、エアリンクの1回チケットは 5.5 ポンドです。バスも10分に1本出てるみたいなので、今思ったらバスでも良かったかも。トラムは混んでなくて全然快適でした。30分ちょっとぐらいで空港に到着。この後飛行機2時間半以上遅れたけど、総じていい旅でした。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。いいねやコメント、チャンネル登録はとっても励みになりますので、またお待ちしてます。また次の動画もお楽しみに。